皆さんこんにちは。宮崎工業高校大学です。本日はこのような場で演奏できる機会を設けていただきありがとうございます。今演奏させていただいた曲は法政の風光月の式という曲です。私たち高校生の成長を描いた曲となっております。いかがでしたでしょうか。続いて演奏させていただく曲は四魂神雷という曲です。この曲は一人の侍を表現した曲で、楽しい場面、戦うシーン、雷が落ちるシーンなど目で見て楽しんでください。そして我々大東部は今月12日に行われた芸術文化祭において、見事芸術文化祭賞に選ばれました。来年の夏には鹿児島で全国大会もあり、日々練習に励んでいます。これからも宮崎工業高校太鼓部の応援をよろしくお願いします。それではお聴きください。